両党鉄律は一国の世襲君主の家系が二つに分裂し、それぞれの家系から交互に君主を即位させている状態である。鉄は互いに変わる変わるの意。日本では鎌倉時代に高等が二つの家系に分裂し、自転と天皇の継承が両党鉄律の状態にあったことが最も著名である。鎌倉時代の両党鉄律は五佐賀天皇の 第三王子、五深草天皇の子孫である、自明院党と第四王子亀山天皇の子孫である、大覚寺党との間で行われた。短所自明院党、大覚寺党両党関係系図任時三年に、即位した小佐川、還元四年に皇太子、急に親皇に上位して、院政を開始した後、五深草に、巫女が生まれるのを待たず、昭和二年に、五深草の道母帝、 常ね親王を皇太子とし、さらによく正元元年にはごふかくから常人に上位させた。ごふかくには、その後み子が生まれたが、文永5年、御佐賀は御ふかの嫡男、広ろしひを差し置いて、亀山の嫡男よひとしを皇太子とした。この一連の措置から、御佐賀が亀山を、自らの後継者としその子孫に高等を伝える意図を持っていたことは、 容易に推測できるが、ご佐賀はその意図を明確にせずに、文英九年に死去した。遺言上も、財産の分与を、細々と定めるのみで、後継者を指名する文言はなく、ただ時代の辞典の指名は、鎌倉幕府の意向に従うようにという意思だけが、示された。ご深く佐と亀山はそれぞれ時代の辞典となることを望んで、争い、最低は幕府に持ち込まれた。 幕府は、御佐賀の制裁であり、御深草と亀山の聖母でもある、大宮院に、個人の真意がどちらにあったかを紹介し、大宮院が、亀山の名を挙げたことから亀山を辞典に指名した。御佐賀が、このような曖昧な態度を取ったのは、自身が、幕府の介入によって冒険から予想外の即位をした、経験を踏まえ、後継者を指名しても、 幕府の意にかなわなければ簡単に覆されてしまうことをよく知っていたためであろう。亀山はしばらく在位のまま政務を取り、文永11年には皇太子を一子に上位した。一方、辞典の地位を逃した五深さは不満を募らせ、五宇が即位すると抗議のため上皇の待遇を辞退して出家しようとした。御佐川は、 膨大な大家寮荘園群のうち、全国100カ所以上の荘園から構成される大荘園群長工同僚を五不格差が相続できるよう取り計らっていたが、皇室伝来の坂の上の田村麻呂のご配当がご佐賀の意向により亀山に伝えられ、大宮院も関与していたことに五不格差の不満は収まらなかったのである。後に長工同僚は、寿命院等の重要な財政基盤となる。 亀山も対抗措置として、やはり200カ所に上る大小援軍八条飲料を後に手に入れ、こちらは大覚寺等の主要な財政基盤となった。二つの高等は、この後、自典、天皇、皇太子の地位だけでなく、女院などの皇族たちが分散して管理する王家両小援軍の熾烈な争奪戦も演じることになり、王家は政治的にだけではなく、経済的にも、 分裂状況に陥ることになる。五不格差の不満を受けて、上級の乱以来の観光に従って幕府が、皇位継承に介入し、天治元年に、広市人氏を皇太子に指名、将来、五不格差が辞典となることを保証した。この介入は、執権法上自習が五不格差の立場に同情したためという説明が、当時からなされているほか、 特捜と辞典の交渉を仲介する立場にある関東申し継ぎ、西恩寺実験が亀山不死よりも五格差不死と親しかったため、五格差にとって有利な解決を図ったことも指摘されている。この時点で、すでに幕府は石関家が分裂したのと同様に王家をも分裂させる意図を持っていたとも言われるが、資料がなく真相は不明である。鎌倉時代には、 下社会一般で文化を次々に喪失させる、傾向が見られたことにも留意する必要がある。いずれにしても、検治元年の幕府の介入によって、ご格差と亀山の両者が等しく、行為を子孫に伝え自らは、自典となる資格を有することが確定し、これが、以後200年に及ぶ、大家分裂の端緒となった。定着亀山は、朝廷の訴訟処理機構の整備を進め、また、 公安礼説を制定するなど意欲的に政務に取り組んだ。この時期を公安の特性とも呼ぶ。同じ頃幕府でも足立安森が主導する特性が行われており、亀山と安森との間には文化交流など個人的なつながりもあることから公務量特性には密接な連関があるものと考えられている。しかし、 公安8年に安森とその与党が、平与立ならのクーデターである下月騒動により、殺害、追放されて、幕府の政策が転換すると、その影響が、朝廷にも及び、亀山の陰性は動揺した。この頃ご深くさむご佐川亀山を、後継者に指名してはいない旨を幕府に申し入れる、などの工作を行っている。亀山が倒幕を考えている。 という噂が立つなどの正常不安の中、結局、公安10年になって幕府は、時点、天皇の交代を要求し、皇太子、広史人氏が戦争して、五格差による陰性が開始された。昭和2年にはこれも、幕府の使命により伏見の第一王子種人氏、新郎が皇太子に立てられ、さらに同年、五格差の御子久明親王が、鎌倉殿として幕府に迎えられた。 ご不格差はこれを見届けると、昭和3年に出家し、辞典の政務も不趣味に譲って引退した。この時点では、まだ両党鉄律が完全には定着しておらず、貴族たちもいずれか一方の高党にのみ使えて、派閥を形成するということはなかったため、それまで大覚寺等の辞典に使えていた貴族たちは、そのまま寿命院等の辞典に使えることになり、大覚寺等は一気に勢力を失った。 亀山は、失意のうちに、昭和2年に出家し、翌昭和3年に下月騒動で所領を失った、武士、朝原溜りらが代理に乱入し、伏見を殺害しようとする事件が起きると関与を疑われ、起承文を幕府に提出して、身の潔白を主張しなければならなかった。辞典となった伏見は、亀山が政務を取った時代に整備された訴訟処理機構をさらに拡充し、 家柄にとらわれない人材登用を積極的に目指すなど、政務の進行に努力した。伏見が抜擢した人物として、最も著名なのは、京国ため金である。ため金は、伏見の信任を背景に二条家と並ぶ家団の一方の指導者となっただけでなく、政務にも深く関与した。ただ、ため金の強烈な個性は、多くの敵を作り、 伏見の積極的な政治姿勢とも相まって、関東申し継ぎ、西恩寺実験との対立や、幕府の警戒を呼ぶ結果となった。伏見は、永仁6年に皇太子とね人氏に上位したが、次の皇太子の人選をめぐって、大覚寺等の巻き返しが起こり、実権もこれに加担した。結局、皇太子には、五座天皇の第一王子、国春親王が指名された。 伏見は引き続き政務を取ったが政権は安定せず、昭安三年、幕府は辞典、天皇の交代を要求し、国春が戦争して、合田による陰性が開始された。両党鉄律が鎌倉幕府の公式な方針として表明されたのは、この交代の時が最初である。以後滅亡まで幕府はこの方針を堅持した。王家の分裂を固定化する意図によるものとする説と、 皇位継承を王家の自立に任せ直接的な関与を避ける意図によるものとする説とが対立している。両党鉄立の定着に伴い、一方の高党に専属的に使える貴族が出現し始め、また、自転の側も貴族たちにそれを求めた。王家の分裂が、公家社会全体の分裂へと発展してゆくことになった。一方、貴族たちの自転への従属は深まった。 伏見天皇の頃より、非参儀のままに、参3位に上される者、3位に任官された直後に辞退する者、3議から短期間で中納言に昇進する者が、急激に増加するが、こうした、女位、任官の乱発は、大覚寺党に対して劣勢であった、自命院頭が焦たちの自派への取り込みのために、行ったと考えられるが、大覚寺党でもこれに対抗して、 同様の人事を行うようになっていった。また、政務の交代とともに、朝廷の交換、養殖が一斉に入れ替えられ、一方の交渉の辞典が下した。訴訟の判決が、他方の交渉の辞典によって安易に覆されるなどの混乱も生じ、朝廷そのものの権威はかえって地盤沈下していくことになった。さらにこの混乱は幕府へも思わぬ影響を及ぼした。 自転が下した判決を執行するための警察力、軍事力を書いていた朝廷では、六原短内にその執行を命じる勅命を送ってその剣断権に基づく執行を命じたからである。この結果、敗訴した側は朝廷に逆らう悪党として討伐の対象となり、一方的に悪党と認定された側も激しく抵抗した。ところが、 辞典の交代によって判決がひっくり返されると、今度は対立していた側が同様の目に合わされた。このため、訴訟当事者たちの調停に対する怒りが、六原丹大とその後ろにいる幕府にも向けられた。しかも、訴訟当事者の中に御家人がいた場合でも、六原丹大や幕府は、直命や院前に逆らってまで彼らを保護することができなかった。このため、 悪党の活発化や御家人の幕府への不信を招く結果となり、幕府の権威もまた傷つく結果となったのである。両党鉄律の方針に基づき、次の皇太子は、寿命院頭から出すこととされた。13歳のご伏見にはまだ御子がなく、伏見の第四王子夫人親王が皇太子となった。二つに分裂した王家が、さらに分裂する、可能性が生じ、伏見は、 自命陰等の分裂を防止するため、夫人を、ご不死身の勇士とする措置をとっている。大覚寺等では、すでにご二条には、昭安二年に第一王子、国吉新王が生まれて、将来の皇位継承が予定されていたにもかかわらず、亀山が、権限二年に生まれた自分の巫女常明親王新能を、偏愛するあまり、国吉に変えて、つ明を皇位につけることをごうと不死に約束させて、 さらなる高等分裂の種をまいた。加減2年に、五深草が62歳で死去。翌加減3年には亀山が57歳で死去し、両党鉄律は第二世代の時代に入った。それに先立つ昭和4年、伏見は2年前に死去した、室町院より相続した、寺名院を新たな御所とした。一方、郷田は、独自3年になって、大覚寺を再興して、自らの御所とした。 近藤誠一の研究によれば、五福格差、亀山両院の存命中はそれぞれ、霊勢富の工事殿と霊勢までの工事殿を拠点としており、自明院等、大覚寺等の名称の由来となった自明院と大覚寺は、事故の系統を新たな高等として位置づけることに、成功した伏見と五田という第二世代を象徴する、電車であったと指摘している。両党鉄律の影響は、 芸能面にも見られるようになる。豊永里美の研究によれば、後鳥羽天皇が愛好した影響により、鎌倉期より、それまでの笛に代わって、美和が天皇の教養として必須の楽器となっており、五深草もその例に習って美和を習得していたのに対し、亀山は笛を重んじた。これは亀山が後位継承者として浮上する以前から笛を、 習得していたことに加えて何らかの政治的判断も働いた可能性がある。実際には亀山も習得の開始は遅いながらも琵琶にも優れており、兄の御不覚さよりも先に秘曲を習得することができた。以降、寿明院党の天皇は琵琶を、大覚寺等の天皇は笛を、必須の楽器としたの分裂の際にも、後光厳天皇が兄である、スコ天皇流に対抗する意図で、 琵和から章に切り替えている。それでも、ご不覚さ、亀山の存命中は亀山が、漏洩や蹴鞠をご不死身に伝授したり、還元の会で両党の天皇や委員が共演して、演奏したりする交流の機会もあったが、両院の没後はそうした機会も減少していく。五田も、やはり政務に政令することで事故の高騰の、正当性を補強しようと努力している。また、 新言密教に傾倒して、特治2年には出家している。これも、個人的な信仰だけでなく、宗教的権威により、高等の正当性を強化する意図を含むものである。しかし、特治3年に、五二条が急死して、皇太子夫人が戦争し、伏見による陰性が再開された。大覚寺党から皇太子が選ばれることになったが、後浦天皇は皇太子として、 着村国義ではなく、第二王子孫地震号を選んだ。国義の要衝と病弱を考慮し、また、常げ明を立大使を要求する勢力を抑えるための措置だったが、結局これも問題をさらに複雑なものにした。なお、伏見も昭和2年に出家し、辞典の政務をご伏見に譲っている。両党決立の定着により、両党とも時期を待てば、 いずれ政務を取ることができるようになると、今度は両党ともその時期をなるべく早めようとする。それは、具体的にはもっぱら、鎌倉幕府へ特使を派遣して、現任の天皇を上位させるように請願する形で行われた。特にこの頃、不死身は、第一次の陰性期から引き続いて幕府から警戒されており、かつての亀山のように倒幕を考えているという噂も立つほどで、 昭和5年には、伏見は幕府に国分を提出して、潔白を訴えている。当然、辞典、天皇の交代を求める、大閣寺党からの圧力は増大した。対応に苦しんだ幕府は、文法元年、次回の後位継承については、両党の協議により決定し、特使の派遣はやめるように指示した。協議の場でご田は、花園が交代子村地に上位すること、 次の皇太子には国吉を建てることを求めた。伏見は花園の上位は受け入れたが、皇太子にはご伏見の第一皇子和人親王を建てることを求めた。協議は一旦決裂したが、同年伏見が五十三歳で死去すると、両党の力関係は、寿命延等に不利となり、五田は再び花園の上位を要求し、ご伏見はこれを拒むことができず、翌文法二年には、 御子土地が戦争し国吉が皇太子となった交換条件として郷田は国吉の次の皇太子には和ずを立てることをご伏見に約束している。両党鉄律は、すでに当然のこととして定着していた。後だいの戦争とともに、郷田の陰性が再開されたが、郷田は、大覚寺門跡を創設して自ら門主となるなど、密教への傾倒をさらに深め、 また年齢とともに体調を崩して、次第に政務にあぐみ、現行元年には、自転の政務を五代五に譲り、現行四年には五十八歳で死去した。両党鉄律は、第三世代の時代を迎える。解消五宇田は、あくまでも、国吉を、自分の正当な後継者と考えており、五代五の即位は国吉が成人するまでの中継ぎでしかなかった。五宇田は、徳治三年。 五二条の死去の8日後、愛測に先立たれた悲しみの中で仕たためた、処分状の中で次のように述べる。処分右、寺院、御所、和漢文書等、一紙を残さず、中塚佐教村地震動に常用するところなり、五二条院長着として創傷すべきのところ、不良に放御す。ご被担尽きるなし。猿秋千維創生、この秋天使を蘇が、完全無常のこと、いかでか、 つなぎ風を縁。長く一時の俗人を投げ打ち、いよいよ無意の間境に入らん。理性の方便にあらず。知性の妖術は、口に世辞を言うべからず、意に世辞を思うべからず。よって新王に処分するところなり。一期の後、ことごとく国よし新脳に上与すべし。御こと知新王子孫においては、賢命のうつは、再生の際あらば、しばらく新王として、 朝に使えくんを助けよ。天下の王家、愚春、夏のごとくんは、高祖の名官に任すべし。戦乱の死局あるなかれ。五二条院の宮をもって、実施のごとくすべし。夢夢保護せしめよ。ことに高校を存じ、真が志をなすべし。特次三年うるう八月三日、御半、鎌倉イ文二万三千三百六十九号、五田上皇、譲り上安つまり、 五大碁の子孫は、皇位継承権を原則として許さないこと、五代後醍醐は国死を自分の実主と思って待遇することなどが記され、そのことは関係者にも周知された。当時の自明院党の関係者が残したメモには、五代後醍醐の地位が一大主と表現されている。五代後醍醐は天皇としての権威を従前に主張できない立場にあった。自明院党における加盟も同様に、 中継ぎの立場にあったが、伏見の意向で、花園は、兄、ご伏見の勇士として、自明院頭の着継ぐと呼ばれ、さらに、ご伏見のこの和人が、花園の勇士とされて、花園を自明院頭の着流に組み込む、いわば、顔を立てる配慮がなされていた。その温厚な人柄もあって、花園は、自らの置かれた立場を従順に受け入れ、むしろ和人の養育に力を注いだ。 しかし、五大悟は、自らの立場に強い不満を抱き、激しく反発した。現行元年に、五田が五大悟に、自転の政務を譲ったのは、五大悟の教養によるものではないかと推測する、研究者もいるほどである。一方、処分上は、五大悟の子孫から、天皇や神皇を出すことを、ほんのわずかな可能性ではあるが許容しているが、それは、 古代中国の伝説的な聖天使である春夜宇都、同等の帝王としての徳を五代醐が備えている、と、万民が認めた時に限られたものであり、ほとんど液性革命と同じことであって、実現不可能な条件と言える。なお、この可能性を強調して、五札の意図を、天皇、五代醐、皇太子、国吉の体制をできる限り長期化させ、和人の立大使、 戦争を遅延させることに求めようとする説もある。いわば、五二条流行党をメインの高党、五第五流行党をサブの高党として、大覚寺等の内部で行為を独占し、将来的には、寿命印等を廃絶に追い込むことが意図されているというのである。しかし、仮にこの説に従うとして、五宇田のこのような意図の実現には、河内自身が認めているように、 五代悟と国吉の綿密な協調が不可欠であり、それは後ウが真剣者として、両者の上に君臨していなければ維持することは難しい。しかも、後ウ自身、五二潮流高等の維持に、最大限の努力を払っていた。後ウが陰性を停止する直前の現行元年2月に、国吉が病に倒れると、3月19日に、同母帝の国昇親王を代理で元服させた。まもなく、 国吉は健康を回復したものの、この措置は国吉の身に一万一の事態があってその系統が断絶しても、それに変えて国省を五二条流行党の着流と定め、五第五流行党に優先させる意図が五裏にあったことを推測させる。後年になって国省はこの時に自分が五二条の第二の行員と位置づけられたと主張している。四年六月に、 小宇田が死去すると、果たして、五醍醐と国吉の関係は、たちまち険悪となる。自らの立場に納得できない、五醍醐の感情は、政務を掌握してからの極めて勢力的な、政策展開にも表現されている。これまで、歴代の辞典が進めてきた、訴訟処理機構の整備や迅速な訴訟処理、優位な人材の登用などは当然であるが、五醍醐は、保手法。 落中への地高選負荷などの経済政策にも取り組み、さらには、落中種、たたら役負荷令、新人くじ定司令、赤書定司令などを発して、それまで自転の権限の及ばなかった領域へも、積極的に手を伸ばして、朝廷自体の権力基盤の拡大をも目指した。しかし、このような新政策は、当然、既得権を侵害される貴族、大事者の抵抗や、 全国統一政権としての性格を強めつつあった幕府の規制を受けて十分な成果を上げることはできなかった。また、後醍五は朝廷内部で孤立しており、手足となって働く人材が不足していた。後佐賀の知世以来整備されてきた朝廷の訴訟処理機構で、転送や武行などの役職に付き実務を担う家柄を確立させてきた貴族たちは、すでにいずれかの高等に、 組織されてそれぞれ主従関係を結んでいた。寿命院等に仕える貴族たちが後代後に協力しなかったのはもちろん、大覚寺等に仕える貴族たちも多くは、一大主でしかない古代後よりも、着流の国吉に仕えることを選んだ。後代後に仕えたのは、学問や芸能、信仰などを通じて後代後と個人的なつながりのあったものや、 新たに名家の家柄への上昇を目指す低い価格の家計の出身者が中心だった。一大種の立場を感受することもできず、自らが理想とする政策を十分に実現することもできなかった後代後は、唯一の突破口として武力により既存の政治秩序を根こそぎ破壊する道を選ぶことになる。当時、相続に関して、父母の遺言は絶対的な効力を持っており、幕府や、 朝廷の法廷でも容易にそれを覆すことはできなかったほどである。郷田の定めた行為継承プランを尋常の手段で変更することは難しかった。まして、両党鉄律が幕府の方針として明確にされている以上、後醍醐の攻撃対象に幕府も含まれることになるのは必然的だったと言える。ゴダイの第一次の武力倒幕計画が密告により発覚したのは 現行4年9月のことだった。五田の死去が同年6月であるから、まるで父の死亡を待っていたかのようなタイミングである。この年は12月に成中と改元されたので、これを成中の変と呼ぶ。計画は事前に幕府に漏れ、参画したものはあるものは殺害され、あるものは逮捕されたが、幕府の対応は美容的であり、朝廷関係者では後大五の側近、 日之助ともが佐渡に入るされただけで五大碁は罪を問われなかった。五大碁と不安になっていた国吉は、成中の変異後、五大碁を早期に上位させるようたびたび幕府に、請願していたが、小中四年に死去してしまう。寿命院等の着子、和人のほか、五二条が死去した際に立大使の機会を遺した、常明国吉の同母帝国将。 五代後大の第一王子孫両親王らが次の皇太子の座を争い、最終的には幕府の裁定で和人が皇太子に指名された。国吉も幼い男子を残しており、彼らも将来は五代後の強力なライバルとなり得る立場にあって、五代後の一大主としての立場は幕府の権威のもとでますます明確となり、五代後の倒幕志向もますます強まることになった。 第二次の武力倒幕計画も、元徳三年に、やはり密告により、事前に発覚した。今回は、幕府の対応は素早くまた強行だった。五代後醍醐は、予定を早めて、武装放棄に踏み切ったが、幕府は関係者の逮捕に着手するとともに、大軍を動員して、鎮圧に乗り出し、五代後醍醐も逮捕されることを避けて、京都を脱出し自ら反乱軍に加わった。 京都を制圧した幕府は本人不在のまますぐに五大悟を廃位し皇太子和人を戦争させた。この年8月、京都脱出の直前に五大悟は原稿と改言しているが、幕府はこの改言も認めず、元の原徳の元号をそのまま使用させた。まもなく五大悟は捕虜となり上級の乱の洗礼に従って、無本人としておっきに配るされた。 計画に参画した巫女たちや貴族たちも死刑を含む厳罰に処された。黄金の戦争とともに、ご伏見の陰性が再開された。ご伏見がまず着手したのは次の皇太子の人選である。大覚寺島は国吉の創生と後第五のムーホンとで壊滅状態にあり、寿命院島が行為を独占することも不可能ではなかったが、ご伏見は幕府の意向もあって、 両党鉄律の原則にあくまで忠実だった。国吉の未亡人である古内新郎を大閣寺等の課長に儀して、彼女に直皇大使の推薦を要請したのである。子は後は古代後の礼遇のもとで12歳になるまで元服もできず、正式な命名もされていなかった国吉の第一王子を推薦した。王子は寺妙院等により安人と命名され、同時に新郎とされた。 後も大覚寺島の課長にふさわしく女院の地位を与えられて上皇に準じる立場につけられた。数名門院の貢献のもと、安人が皇太子となり、寿命院島の支援で大覚寺島は再建されたのである。現行の乱が失敗に終わった後も、幕府の追及を逃れた、古代後の御子森吉親王、楠木正主らのゲリラ的抵抗運動は続き、規模的にも、 地域的にも次第に、純然たる反乱へと拡大していった。昭和2年には五醍醐が沖を脱出して、法規に滞在し、自ら反乱に参加する態度を示すとともに、広く各地の武士団に反乱への参加を呼びかけた。幕府は、名古屋公家と足利高氏を総大将とする大軍を動員して、近畿地方に増派し、反乱の鎮圧を図ったが、公家は、 京都について間もなく初戦で戦死し、高氏は五大碁の呼びかけに応じて反乱軍に参加した。北条氏に次ぐ価格と勢力を誇る有力御家人である足利氏が幕府から離反した影響は甚大で、反乱は柴叩く間に全国に波及、鎌倉幕府は短事実でもろくも崩壊してしまった。権力の空白を埋めたのはまだ法棄にいた五大碁である。五大碁は 京都に帰還するよりも早く、法規から命令を発して、現行の乱以後の朝廷の政治的行為を全て取り消した。ご伏見の政務が停止され、黄金が廃位されたのは、もちろん、五醍醐はそもそも、玄徳三年に自分が廃位された事実自体を認めず、沖に入るされていた間も自分はずっと天皇に在位していたという立場をとり、従って、黄金の即位と在位も、 なかったことにされた。郷田の遺言は、なお有効であり、一旦自らの単位を認めてしてしまえば、時点として、政務を取る資格も子孫に行為を伝える資格も、失われかねないことを、後醍醐はよく承知していたのである。後言には、一応上皇の称号と待遇が与えられたが、それは、通例の前天皇に対する優遇措置ではなく、あくまでも、 皇太子の地位を辞退したことに対する報奨であることが明示された。皇言から将来辞典として政務を取る資格を奪う措置であった。ご伏見は前途を悲観して出家している。安人も皇太子を廃され、新王の称号までも奪われた。昭教2年の年号も元行3年と改められた。翌元行4年には、五代後醍醐の御子常義新皇が、 皇太子に建てられ、自命院党の皇統としての地位は完全に否定され、三世代五十年以上にわたった両党鉄律はここに終焉した。後日団両党鉄律は終わっても、その折年はなおしばらく残存した。後代後の新政権が足利高氏の離反により、県務三年に崩壊すると、高氏の創生により、同年八月から皇言の陰性が開始され、 黄金の同母帝、豊日と親王が戦争した。新田義貞だと共に、北陸に逃亡した常吉に変えて皇太子に建てられたのは、敗退師安人でも、黄金の第一王子公人皇人親王でもなく、五醍醐の御子成長親王であった。五醍醐には正式な前天皇としての上皇の称号と待遇が与えられ、これで五醍醐には将来辞典として政務を取る。 可能性が生じることになった。このような措置は、五醍醐から情報を引き出し、自らの新政権に協力させたい、高氏の意向によるものであったが、五醍醐は一切の妥協を拒み、すぐに京都を脱出して、吉野に自らの朝廷を樹立した。両党鉄律の時代から南北朝平立の時代へ、はっきりと転換したのである。利用価値のなくなった成長浜もなく、 皇太子を廃され、建務5年には皇人が皇太子に建てられた。明徳3年に足利義満がまとめた南北朝合一に際しても両党鉄立の理念が再度持ち出された。合一後は北朝の五小松天皇の子孫と南朝の五亀山天皇の子孫との間で両党鉄立を行うことが合一の条件に盛り込まれたのである。 もっとも、当時の南北領朝の力関係から言って、北朝側はもちろん、南朝側も、この条件が遵守されるとは考えていなかったはずであり、実際にも遵守されなかった。しかし、この条件を口実として、旧南朝の皇族の子孫や旧南朝に、ゆかりのある人々による室町幕府に対する抵抗や反乱がその後も100年にわたって相次いだ。 これらの運動を御難聴という、佐賀流、順な流領と関係系図鉄律に至る、慶平安慶を建設した、桓武天皇には、多数の最小と多数の御子女,女があったが、中でも、皇儀継承について、最も有利な立場にあるとみなされていたのは、阿手親王上野親王大友親王の三王子であった。彼らはいずれも皇后もしくはそれに準じる待遇を、受けた藤原氏、 式季出身の女性を母とし、さらに、官務の意向で、い母姉妹にあたる、内親のお妻としていた。三人の巫女をあえて並び立たせ、将来複雑な行為継承争いを引き起こしかねない、措置を取った、官務の真意は不明である。まず、第一王子であるアテが延暦4年に皇太子に立てられた。アは、官務の死去を受けて、延暦十五年に戦争し、皇太子には、 同母帝の神野を立てた。平城は、朝原と大野の二人との間に子はなく、他の巫女たちはいずれも母の身分が低く、神野と大友の因然たる権威と存在感を無視することはできなかった。長期観光大使として過ごした平城には、それなりに自らの姿勢に対する抱負があった。新天皇が、先定死亡の翌年になるのを待って改元する。 宣令に反して即位後直ちに大道と改言し、幹部が、んに行ったエゾ政党の軍事行動や戦闘に、伴う土木工事のために仕官した財政の引き締め、機能していない監視の整理、参議を廃止して、大上官が、地方政治を直接監督する、観察士を置くなど、積極的に政治改革に取り組んだ。鉄律の過程若い頃から病弱だった平城はやがて、 体調を崩し、早くも大道を四連には、皇太子神野に上位することになった。佐賀にはすでに、高津との間に生まれた御子行両親王がいたが、合両は先天的に心身に重篤な障害を負っており、皇位継承は不可能とみなされていた。大友にも、高市との間に、久し親王が生まれていたが、平城は、大友不死の存在を無視して、 あえて自分の巫子高岳親王を皇太子に立てた。退位して、大乗天皇となった平次郎は、生まれ故郷である平城系に移り住み、体調がやや回復すると再度政務に意欲を示し、独自に天皇としての権限を行使し始めた。もともと大乗天皇は、天皇と同格かつ同等の権限を有するものとされ、最初の大乗天皇である、自東大乗天皇と文武天皇以来、 大乗天皇と天皇が共同で失政することは当然のこととされていた。しかし、これは大乗天皇が天皇の直系存続ないし、それに準じた立場を有する場合にこそ円滑に機能するものであり、同母兄弟である平城と佐賀の間ではむしろ政治の混乱と両者の対立構想の原因となった。翌公認元年、平城が平城系の戦闘を佐賀に命令すると、 佐賀は一気に、クーデターに踏み切った。平城は予想外の事態に驚き、東国へ逃れて再起しようとしたが、佐賀の派遣した軍隊に進路を遮られて挫折、すべての権力を放棄して出家した。高岳も、皇太子の地位を追われ、同じく出家している。佐賀が高岳に変えて皇太子に立てたのは、大友である。佐賀に皇太子とすべき巫女がいなかったこともあったが、 やはり大友の権威と存在感を尊重したのである。平次郎との争いで大友が佐賀を指示した事情もあった。佐賀は平次郎と対立し武力衝突にまで至ったわだを踏まないよう、兄弟の優和に最新の注意を払い、大友の立場を最大限尊重することに努めた。王女性しない親王を大友に嫁がせたこともそうで、あるが、その最大のものは、 公認14年に、大友に上位するに際して、もともと天皇が上位と共に、自動的にその地位につくものとされていた、大乗天皇の地位を辞退したことである。退位後は一皇族の地位に降り、公認の天皇となる大友に、全権力を委ねることを表明したのである。上位を受けた順羅は、もちろんこれを受け入れず、両者の間で押し問答があったが、結局、 佐賀が一旦大乗天皇を辞退した上で、改めて淳奈が佐賀に大乗天皇の称号と待遇を送ることで決着した。このことで、大乗天皇の地位は公認の天皇から与えられることに根拠を持つものに変質し、在位の天皇の優位性が確立して、二党、政治、二重権力の弊害は解消されることになった。と淳の和とはその後も続けられ、 ことあるごとに強調された。佐賀は、大乗天皇を辞退しただけではなく、上位の専名で久しを皇太子に立てることを命じていたほどであるが、これも、淳が、久しおの拒絶を受け、結局、佐賀と皇后、橘花の勝子との間に生まれた御子正義親王が皇太子に立てられた。天長10年に、淳らが皇太子正義に上位すると、ここでも、 ジュの大乗天皇自体、皇后、雅子の皇太后自体と新天皇人妙による拒絶が繰り返され、皇太子には、ジュと雅子との間に生まれたミコツネサダが建てられた。ジュは、ツネサダノリツ大も辞退しているが、これも、佐賀人妙により拒絶されている。しかし、このような佐賀とジュの関係は、あくまでも二人の個人的な信頼関係にとどまり、 貴族たちの広く受け入れるところとはならなかった。むしろ、貴族たちが佐賀派と淳奈派に分裂する傾向さえ、見られた。上和七年に淳奈が死去し、上和九年に佐賀が既得に陥ると、この分裂はたちまち表面化した。まず、東宮某対等社人、友の阿弥峰と、田島ゴン森立早成の二人が、平城の御子阿保新能のもとを訪れ、東国に赴いて、 反乱を起こすことを勧めたとされる。アホは、父の失脚の時に、ダザエゴンの措置に左遷されて、九州に移された苦い経験を持っていたので、このような話には乗らず、すぐに当時は、不登校大号になっていたカチコに報告した。この間に、佐川死去している。カチコは中納言藤原義久を通じて、これを人名に伝え、関係者の逮捕と処罰が開始された。 コワミネと早成は容疑を否認したが結局ル罪とされ、純奈に近い立場にいた貴族たちが解任され、ついには常里も連座して、皇太子の地位を追われ、かつての高岳と同じように出家した。この事件を、上和の変と呼ぶ。首謀者であるコワミネと早成の地位が、このような無本を計画するにはあまりにも低く、また計画に関与したとしたとして処罰された人々も、 反乱に加担する動機が見当たらないことから、事件自体を常貞を範囲に追い込むことを目的とした、でっち上げとみなす説もある。いずれにせよ、次の皇太子には、人名の第一王子道安が建てられ、皇統は佐賀の子孫に一本化されることになった。道安の母、藤原純子の兄である吉封の権力掌握のきっかけとなった事件でもある。霊誠流。 年有流量と関係系図鉄律に至る経緯、天領9年に即位した、村上天皇は、天略4年に、第二王子、の平親王新郎が生まれるとすぐに皇太子に立てた。同年に生まれた第一王子、皇平新郎が中納言、藤原元方の娘、ゆ姫を母としていたのに対し、の平は、右大臣、藤原諸助の娘、安子を母としていた。村上は、 直天皇の外籍として、あえて、諸助を選んだことになる。安子は皇太子の母であることにより、天徳2年に皇后に立てられ、村上の長愛も扱った。範平は、村上の先代鈴鹿天皇の一人娘である、政子内親王と結婚し、その立場はさらに強化された。しかし、成長するにつれて、範平の精神は、次第に変調をきたし、 狂気の兆候を表すようになっていった。また、安子も王は4年に急成する。それでも、皇后の長男であり、先定の女性であり、有力な外籍に支えられたのりひらを拝着する、決断は村上には結局できなかった。村上は後方4年に死去し、18歳ののりひらが戦争した。冷静の狂気は、すでに誰の目にも明らかな状態に至っており、 その在位は短期間であることが当初から予測されていた。霊勢には、皇后となった、政子のほか、藤原これ政の娘、海志ら複数の妻がいたがまだ、巫女がなく、皇太子の人選が急がれた。このような場合にまず候補となるのは、霊勢の同母弟である。候補者には、2歳年下のため平親王と9歳年下の森平親王の2の二人がいた。結局、 後方4年に森平が皇太子に建てられた。ため平が源の孔明の女性であることから藤原氏の貴族たちに寄付されたとするのが通説であるが、霊勢と年齢の近いため平を皇太子とした場合、霊勢の在位が短期間になりすぎることに配慮したものとする説もある。安納元年、海士が霊勢の第一王子諸貞親王を出産した。このことは、 かえって霊勢の上位を早めることになった。霊勢が上位しても、引き続き、霊勢の子孫が高等を維持する見通しが立ったからで、ある。鉄律の家庭案内年、霊勢は皇太子森平に上位した。上位の占領では、諸貞を皇太子に立てることが、はっきりと命じられていた。遠友は、後の鎌倉時代の花園や五代後醍醐と同様の中継の天皇とされたのである。 そのため、皇が巫女を産んでも、皇位を継ぐ、見込みのないと思われた園優には、藤原金道の娘子のみが受大していた。しかし、花園や五代子のケースと異なり、霊勢と園優のケースでは、父村上、母安子、外祖父諸助が、いずれもすでに没死しており、皇位継承をコントロールする親権者が、存在しなかった。さらにこの時期、諸助の弟諸多だ。 兄サネよりが相次いで死去し、時代の外籍の地位をめぐって、サネより、諸助諸忠の子供たちの世代の貴族たちが相争う状況が生じていた。園友もこのような権力の空白状況の中で、新高等を確立する可能性のある候補者として注目される。天独3年に諸助の長男であった摂政の藤原惚れ政が急成すると、 諸助の次男である金道と三男である金家が、光景を争った。その際、元服したばかりの園雄は金道が持ってきた亡き母、安子の書き付けに従って、金道を関白に認じた。栗山慶子は安子が亡くなる際に、これまさや、喧嘩が、冷静のみを庇護して、他の巫女を庇護しなかったことを憂慮して、森平らを、中宮の剣大部であった金道に託し、 金道もその異名に従って、園遊らを庇護した結果、例勢、これまさ、喧嘩と園遊金道の高騰をめぐる対立構図が生まれ、園遊の事実上の唯一の外籍となった金道が、関白に認ぜられたとする。これまさ、喧嘩から一大一種とみなされた園遊と一族の中では、礼遇されていた金道は協力して、独自の高騰を創始する意欲を持っていたとみられる。 金道は、ほどなく、没したものの、こうした動きを見た他の有力貴族も娘を縁遊に、受大させる動きを見せ、藤原頼忠の娘、順子、藤原金家の娘選手ら、園遊は、皇后となり、皇太子を産むにふさわしい身分の妻と、有力な外籍の後ろ盾を得ることができた。園遊も最初に皇后とした後の没後、二子海人神王を生んだ選手を差し置いて、 巫女のいない従う子を皇后に立てるなど、貴族たちを手玉に取るような行動にも出ている。この行動は、金家、戦士不死の奮撃を招き、戦士の代理体質と喧嘩一家の政務ボイコットという事態に至った。遠友と喧嘩は対立の末に一つの妥協点を見出した。遠友が上位する代わりに、怪人を皇太子に立てるというものである。遠友は、 子息の行位継承を確実なものにして、中継ぎの立場を脱することに成功し、喧嘩は外村を皇太子にすることに成功した。両者にとって大きなメリットのある妥協であった。この時の上位の鮮明には、海人を皇太子に立てることと、よりただを韓国に留任させることが明記されている。こうして、英官2年、円友は皇太子もロサダに上位した。 次の皇太子には海人が建てられた。即位した諸貞は、外祖父コレマサが、すでに死去し、外籍関係にないよりただが、関白の地位にあることを踏まえ、コレマサの伊豆尾義地と目のとごの,の藤原コレ氏を、相談役として、関白に政務を委任することなく、積極的に申請を行った。新井岳昌園の停止、貨幣流通の促進。 物価の肯定などの新政策が次々に打ち出された。さらに関白である以上は当然のこととして、大乗大臣を兼ねていたよりただは、大乗大臣は一条となることができない観光のため、連達の左大臣水本正信が一条として、大乗官の実務を切り回すことを阻止できず、その権威をさらに失墜させた。しかし、花山は父の地を受け継いだのか、 正確に異常なところがあった。それは特に女性関係に現れた。特定の女性に執着して異常に深く長愛しながら、やがて飽きて別の女性に長愛を打つ、ということが繰り返された。カンナ2年、当時花山の長愛を欲しいままにしていた、女後藤原獅子が病死した。獅子は妊娠中であったが、 出産準備のため実家に戻ろうとしたのを花山が無理に引き止めたため体調を崩して死に至ったものである。花山の悲しみは尋常ではなく、出家頓生を考えるほどであった。花山の幼馴染であった藤原道兼の強さもあって花山はついに出家を、決意、野院に乗じて代理を抜け出し、道兼に付き添われて山品の元行寺に赴き提発した。 出家により花山は自動的に退院したことになった。道金の行動はもちろん父喧嘩と示し合わせてのものであり、花山が元行寺へ向かう道筋は喧嘩が派遣した武士たちにより警備されており、道金が花山と共に出家させられそうになった時は、武士たちが実力で救出する手はずになっていた。金家自身は天皇不在の代理に深夜参入し、 大急ぎで上位の手続きを進めて、翌朝には皇太子海人を戦争させた。喧嘩は新天皇の外祖父として、よりただに代わって、摂政となった。まだ七歳の一条に当然巫女はなくかつ、遠友の唯一の巫女であったこと、花山にも巫女がいなかったことから、皇太子は、霊勢の息子たちから選ぶほかなく、喧嘩の娘長子が生んだ、霊勢の第二王子、 伊佐田新王が皇太子となり、ここに両党鉄律の状況が出現した。伊佐田は一条より4歳年上であり、老刀ぐなどと揶揄された。喧嘩は天皇と皇太子の外祖父を一心に兼ね、絶大な権力を掌握した。遠友も両帝の父として一定の政治的影響力を獲得し、陰性的な状況を生み出した。英祖2年に喧嘩が死去し、 翌省略2年に遠友も死去して遠友即位直後の親権者不在の状況が再現した。違ったのは一条の母戦士がなお健在だったことである。喧嘩の後は長男道高が継ぎ、娘、定子を行為に空席がないにもかかわらず強引に交互に立てるなど一時は強力な権力を振るったが、長徳元年に病死。 後を継いだ道陰も道隆に1ヶ月ほど遅れて、病死し、道隆の着男コレチカと喧嘩の4、男道長が後目を争った。結局、選手の指示を受けた道長が、最終的な勝利を手にし、内乱の地位についた。道長は、その後、コレチカの起こした、不祥事に乗じて、コレチカを打罪言の措置に左遷し、娘、秋子を一条の皇后としている。また、 あえて関白に就任せず、内乱のまま、左大臣に留まることで関白の権限と一条の権限を一手に握り、権力を盤石のものとした。政局がもっぱら一条を中心として展開してゆく中で、皇太子伊佐川は孤立しており、皇統としての霊勢流の劣勢は明らかだった。狂気の父霊勢はもちろん、政治に関心を失い、 信仰にのめり込む一方で、遊興と漁食にふけることも忘れない兄花山も、全く頼りにならなかった。伊佐田は、藤原成時の娘聖子と道高の娘原子を、妻としていたが、成時と道高は、長徳元年に揃って死去してしまい、伊佐田は有力な外籍の後ろ盾を得ることも、できなかった。しかも原子は、長宝四連に子供を残さずに、死去してしまった。また、 一条がわずか11歳で受大した秋子が巫女を産むのを待ち続けた結果、伊佐田は皇太子のまま25年も即位を待たされることになった。観光8年、一条は死に臨んで、ようやく皇太子伊佐田に上位した。次の皇太子には、秋子が産んだ一条の代に応じ、厚平新王が建てられた。この立大子も一条の上位の鮮明により命じられたものである。 時代の天皇の外祖父の地位を確保した道長は三条の早期の上位を望み、両者の折り合いは悪かった。一方で道長は娘剣士を三条の皇后にしようとして、長年連れ添った生死を尊重する三条と、さらに圧力を生じさせた。結局、帝士と秋子の二人を同時に皇后としていた一条の先例に習い、生死と剣士を揃って皇后とすることになったが、 道長の強大な誠意と三条の権力基盤の弱さを反映して、まず剣士を立候補させ、その後に聖士を立候補させることになっただけでなく、剣士の立候補の儀式には多くの貴族たちが積極的に協力したのに対し、聖士の立候補の儀式には道長の妨害工作もあって、貴族たちのサボタージュが続出し、三条やその側近たちを奮撃させた。 やがて三条が眼病を患うと、道長ははっきりと三条に上位を進めるようになり、視力の低下で、政務や日常生活にも、支障をきたすようになった三条は、昭和5年には、皇太子や平に上位せざるを得なくなった。三条の強い意向により、皇太子には生死を母とする三条の第一王子、厚明親王が建てられた。三条は、 上位の戦妙に厚明の立大使を命じる旨を明記して同町の反対をあらかじめ封じ込めることを忘れなかった。厚明は皇太子にはなったものの、やはり父同様に道長からの圧迫と政界での孤立に悩むことになった。ひろと元年に三条が死去すると、厚明はついに皇太子の事態を決意した。これは単なる逃避行動ではなく、政治的取引であった。 厚明は、皇太子の地位と引き換えに、大乗天皇に準じた待遇を得て、さらに、道長の娘婿となることを、交換条件として提示し、道長に承諾させた上で皇太子を退いている。この約束は遵守され、厚明には上皇に準じて、古一条院の陰号と、年間年尺などが与えられ、上皇同様に院長も設置されている。また、 道長の娘広子が小一条の女御となった。代わって皇太子に立てられたのは、小一条の同母帝であり、やはり道長の外孫である、厚永親王である。こうして道長の権威と権力が朝廷を圧する中で、両党鉄律は終焉し、皇統は遠友の子孫に一本化された。後日談霊勢流皇統から天皇が即位することはなくなったが、 その血統は女系を通じて、後年に影響を残した。三条と剣士の間に生まれた貞子内親王が、皇太子、厚長の妻となり、第二王子高人親王を生んでいる。高人は、父、ご須作の死後、遺症により、異母兄の後霊勢天皇の皇太子に立てられ、後霊勢が御子を残さずに死亡すると、後を継いで天皇となった。彼の追後、三条は、彼が、 外祖父三条の後継者であることを意味しており、生前自ら定めたものだという説もある。また、後三条の妻の一人に、古一条院の息子源元,元平の娘元子がおり、第二王子、サネヒト親王と、第三王子夫人親王を生んでいる。サネヒトは、イボアニ白川天皇の即位にあたり、皇太子に建てられたが即位の機会を得ずに創生した。同母弟として、 サネヒトの身代わりとみなされた夫人は、皇太子にはなれなかったものの、長寿を保った祖母、貞子の庇護のもと、白川とその子堀川天皇の後位継承上の、ライバルとして一時は政界に、大きな勢力を有した。なお、五一条、五須閣、五礼勢五三条と、その後も二度にわたって、兄弟間の後位継承が行われていることは、両党鉄律による、 不安定な政局を再現する可能性を含むものであり不可解である。ただ、二度とも兄に、巫女が生まれなかったことによって、その可能性は結果的に回避されている。スザクの立大使は、古一条に代わる皇太子を即座に擁立する必要があったためと推測されるが、五三条の立大使は、そのような緊急性がなく、しかも当時の関白、 藤原頼道の反対を押し切ってのものであった。五三条の立大使を強く望んだ五須作の真意は不明である。クウェートはサバー派家が主張の称号を名乗り統治している君主国である。現在の地に建国され初代サバー派が主張に選出されたのは1756年である。元はオスマン帝国の創始権の下にあったが1899年。 第七代首長ムバラクがイギリスの保護国となることでオスマン帝国の支配を脱した。ムバラクはサバーハケ中高の英主とされダイアミールと尊称される。その後1961年にはイギリスの保護下から離れ独立国となっている。ムバラクの後、長男ジャービルが第八代、次男サリームが第九代の首長となり、さらにジャービルの息子アハマドが 第10代を継いだ。その後、ジャービルの子孫とサリームの子孫がほぼ交互に、主張の位につくことが慣行となってきた。歴代の主張の出身家系は次の通りである。2006年に、主張ジャービルが長い闘病の末に死去、皇太子サードが直ちに主張位を継承したものの、サードも、すでに高齢かつ病身で、主張としての公務に耐えられる状態ではなかった。 もともと近年クウェート政界ではサリーム系王族よりもジャービル系王族の方が優位に立ちつつあったがサードの即位にあたってジャービル系王族を中心に執務不可能を理由にサードに退位を求める声が上がった。代わって主張に押されたのは首相として病身で執務できない主張ジャービルと皇太子サードに代わって国政の実権を握っていたジャービル系王族のサバー派であった。 クウェートでは首相であることは次期皇太子の最有力候補であることを意味する。サリーム系王族は当然これに抵抗し、両派の間で妥協の道も探られたが結局決裂に終わり、ジャービル系が掌握する政府は首長解任権を持つ議会に首長サードを解任する議案を提出した。議会は満場一致で首長解任を決議し、新首長に サバーハを指名した。サードは、廃位される不名誉を避けようと、自発的に単位する、胸の文書を議会に届けたが、採決に間に合わなかった。サードの主張在位はわずか10日間であった。主張となったサバーハは、イボテー、ナウワーフを交代しに、追いなわせるを首相に任命し、養殖をジャービル系で独占した。その後、クウェートの主張位は、ジャービル系が独占し、 サリーム系は長楽の道をたどると予測されてきた。しかし、2011年には、ジャービル系でも、サリーム系でもない王族、ジャービル・アルム・バーラク・アル・ハマドア、イコール・サバー派が、首相に就任した。ハプスブルク系のヨーロッパにおける領土ハプスブルク系が、オーストリア系とスペイン系に分かれる前に、両系統が、交互に定位につくことが取り決められたが、実現することはなかった。 神聖ローマ皇帝カール五世は、もともと、オーストリアとスペインなどからなるハプスブルク家の全領土が一括相続されることを望んでいたが、弟フェルディナントがハンガリーとボヘミアの王家である、ヤギエウオ家のアンナ王女の結婚相手になったため、ヤギエウオ家に釣り合うだけの力を持たせるために、オーストリアの統治をフェルディナントに委ねた。また広大な領土を効果的に統治する目的もあって、 ハプスブルク家はオーストリア系とスペイン系に分かれることになった。しかしフェルディナントは自分が皇帝になれば追いフィリップをローマ王に推挙すると述べカール5世もこれに同意したという。ありがとうございます。